おらーい。やばい、クレーム中なの？めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。めっちゃ綺麗。おはようございます。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号18番の佐藤和真です。今日はね、大分戦の2日を撮影していこうと。あ、やばい、車来た。怖い、車来た。怖い、しょーらー。めっちゃ怖い人来た。ベルスパ大分戦に向けての2日間の魅力を送っていきたいと思います。まずは、今7時ですね、宮城県で練習して、そこから大分県に向かいます。じゃあ、フットボールの白塚さんで練習していきます。おらーい。誕生日おめでとう。はい、練習が終わって家でシャワー浴びて、出発準備が整って三重県津市の方和のグラウンドに来ました。映ってる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 、ちょっと映ってるぞお前、ちょっと映ってるぞ。聞こえてるぞ。じゃあバスで行ってきます。映ってる映ってる、出てくんなってお前。変なやつばっかりやな。5時半、10時半ごろお家を出たんで、まるっと7時間ぐらいですかね。今大分に到着しました。この後7時から晩ご飯なんで、それまでの間に平子にちょっと体ケアしてもらって晩ご飯食べます。無事到着しました。ごみでごみで、すごい、ただしたら入れれるんです。すごすごい。クレーじゃん。めちゃくちゃクレーじゃん。
っちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。ラッキーじゃね、俺ら。おはようございます。散歩に来ております。ここは進撃の巨人の作者である諫山はじめさんの出身地らしくて、日田市は進撃の巨人に関するものが要さん置いてあります。大気です。じゃあ朝ごはん食べて行ってきます。今日33度まで上がるってことやったんですけど、思ったより暑くなくて結構朝は涼しいです。ということで朝ごはん食べて行ってきます。Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park.I was broken. How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. お疲れ様でした。まあ帰ってからの動画がちょっと消えてしまってたので、また撮り直してるんですけれども、まあ大分戦に敗れてしまって、不燃高速クラブ同士の戦いやったんですけれども、まあそういうのに敗れてしまって、やっぱ僕自身これまでのサッカー人生振り返っても、高校選手権の決勝とかそういう大事な試合で勝ちたいって、やっぱそういう時に力になりたいって思ってやってきて、やっぱり。この試合で勝利に貢献することができなかったっていう悔しさはあります。でもやっぱりここで終わりじゃなくて、この後半戦巻き返しを図ってる中で、この一つの負けからこの後が大事だと思ってて、やっぱりねチームの中でも、このままで俺たち大丈夫なのかみたいな雰囲気が流れ出すと予想してるんですけど、そうじゃなくてやっぱりそこから、今やってることは間違ってない、大丈夫だ、次は勝負強くいけるっていう、そういうメンタリティーをね生み出して、残り9試合、その1試合1試合を本当に、大事にやっていきたいと思ってます。
で、遠く大分まで駆けつけてくださったサポーターの皆さん、ありがとうございます。やっぱ有観客になってサポーターの皆さんの後押しっていうのがこれほど心強いものなのかっていうのを感じました。で、次はホーム戦になるので、ぜひとも皆さん の後押しで僕たちをサポートしてください。僕たちも、勝負を本気で戦いたいと思います。じゃあ動画を最後までご視聴いただいた皆さん、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。